はい、皆さんどうもこんばんは、ゆうと申します。よろしくお願いいたします。今回ですね、操縦機関っていうね、ゲームの方で遊んでいきたいと思います。くそ、なんて雨だ、ついてないや。まあこれぐらい雨降ってたらちょっとついてないなと思っちゃうよね。いや、なんだろう、元からさ、天気予報が雨でとかってあれだけど、歩きで近道しようとしたのは間違いだった。暗いし、すっかり道がわからなくなっちゃった。どっかで雨宿りできないだろうか。ああ、もともとどっかお出かけしてて、で、たまたまなんか、近道してやろうと思った結果のこれだったのについてないね。あ、家だ。軒下で雨宿りさせてもらおう。ああ。まあ、確かに雨宿りさせてもらいたいね。ここまで来たら。いや、でもさ、もうさ、結構降ってるしさ、しばらく濡れてたからさ、もう置いとんだけど。ドアが開いて入っていいのかな。いやいや、いいってなるかな。いや、怖くない？普通に。入る勇気、絶望的にないんだけど。思ったより中は広いな。いや、ちょっと失礼だな。いやいや、もうそれはね、なんだろう、奥行きがあるタイプのお家かもしんないよね。高さとかさ、横幅とかじゃなくて。それもしょうがなくない？え、誰？生きてるか、よかった。生きてるわ、あれだけど。本番は道に迷われてしまったのですか？あ、そうなんです。すみません。勝手に上がり込んでしまって。まあ、確かにね。不法侵入だよ。あ、優しい。心広いな。雨が止むまではゆっくりされるといいでしょ。あ、優しい、優しい、いい人だ。ちょっとごめんね、なんかちょっとお化けチックなものと思っちゃって。優しすぎ、いい人だった。雨が止むのを待つ間に物語でもいかがですか？どんな？どんな？なんか、すげえハッピーな感じじゃないような気がする。どんな？わー、セーブ来た。わー、いやー、せっかくだから聞こうか。なんか、一回目ぐらい聞いといた方がよくない？だって雨止んでないし。うわー、始まる。何系のゲームなの？お聞かせするの、イウニシマ。あ、違う、間違えた、ごめん。イウシニマだった。ごめん、どっかの島になっちゃった。ごめんね。イウシニマか。全然違うじゃん。大丈夫かな？ひらがな読めなくなってた。シーナという子供がある日帰りが遅くなり、薄暗い道を家に急いでおりました。すると、どこからか、何？似てる？環境とか状況。シーナっておしゃれ名前だな。あ、うん？名前、おしゃれだな。すげえわかんなくなった、今。言うなんとかなんとかにもう影響されすぎてわかんなくなった。何？あ、読むの忘れた。だからこのイウシニマってなんだ、結果的に。怖くなって走り出しました。おー。それはね、その場から離れるべきだと思う。だって怖くない？普通に。よくわかってないけど。どういう状況なんだろうね。走って、そろそろいいかと思って、一旦走るのやめたとき、また声が聞こえました。すげえ聞こえるじゃん。どれぐらい走ったか知らないけど。勇気を振り絞り、周りを見渡しながら叫びました。なんなの？一体誰か？一体ってなんだ？誰だ？足したやつ勝手に。特に返事はありません。深夜は震え出しそうになるのを我慢しながら、再び家に向かって歩き始めました。あー。てか自分の文字読む能力が低すぎて驚いてるよ。そっちの方がワンチャン怖いよ。確かに家に入れば安心だわ。ちょっとわかる気がする。なんだろう、外より中の方が安全かなって思っちゃうね。いや、わかんないけど。あ、とうとうこらえきれなくなってしまった深夜は立ち止まり叫びました。何を言いたいことがあるならはっきり、あ、女の子？あ、これ男の子かと思ってた。あ、今後ろにいます。あ、そういうこと？で、聞き取れなかったかってこと？うわぁ、もう無理、振り向けない、もう無理だって。もう走れ、もう無理、何？この後なんか、うわっみたいなこと？もう、嫌だ。びっくり、あ、ん？あ、全然関係なくない？あ、リアルに話だけなんだ。なんか、描写が出てくるのかと思った。わっみたいな。答えないの？めっちゃ気になるじゃん。その後は？しかし後からつけてくるあやかしは、もう、古虫しろってことなんだ。そういうことなんだ。いや、確かになんか、怖くてさ、無理、雨は止んだようですが、他の話も聞いていきますか。うわぁ、マジかよ。聞きたくねえよ。一旦セーブはあるもありがたい。でもな、なんだろう、聞いた方がいいような気がする。だってなんか、聞かないと先進まなさそうじゃない？いや、わかんない。どうなるんだろう。いや、行くわ。こうたらう鬼。何？こうさらう鬼？何？どういうこと？こう、元つすげえ名前。女の男が森に入って、山菜を取っていたところ、誤って、いやどういう状況？誤って底なしのはやばいよ。絶対、なんか、周りにさ、柵とかなかったの。絶対、うっすらわかってるよね。みんな、多分、有名なんだと思うな。なぜ？それは助けてほしいわ。誰かが来る様子もなければ、求めに
あ、求めだって助けに応じる声もありません。あー、やばいよ。銅までってさ、え、胴体の銅だよね、要は。結構やばくない？あ、え、俺の名はこうたらう。お前を助けてやろうか。まあ確かに、ね、助けてほしいよね。それに関してありがとう。なんていいやつだ。あ、よしよし、いいだろう、いいだろう。ただし、礼として、お前の子供は俺がもらうぞ。元津は結婚さえしていなかったので、こうたらうのその言葉に反対しませんでした。まあそうだよね。だってさらう対象がなくない？約束を忘れるなよ。そう言ってこうたらうは去っていきました。あ、でもやっぱりこうさらうんだ。え、生まれてもうた。やばいよ。子供は、いやいや、もう絶対これさらわれるパターンじゃない？妻と二人で可愛い我が子の、うわ、やばいよ、絶対。うわ、ほら、もう生臭い風ってなんで生臭い？生あったかい風とかだったらわかるけど。やばい、来ちゃった。いや、そりゃそうでしょう。いや、来るでしょうね。え？忘れてたの？ひどい。そんなことある？九死に一生を得たのにそんなことあります？待ってくれ、あの時は子供がいなかったからあんな約束ができたんだ。別のものに礼はする。だから子供、あ、まあそりゃそうだよな。嫌だよ。え、全然融通きかないじゃん。ダメだ、約束は約束だって言われた。ああ、マジか。まあいや、確かに約束は約束だけど、まあ、いや、めっちゃ怖くね。真っ暗闇の中に風が吹き荒れ、妻の悲鳴と我が子の泣き叫ぶ声、うわぁ。うわぁ、再び明るくなった時、部屋の中に子供と子うたらうの姿はなく、代わりにおびただしい量の血が、え、どういうこと？その血何？答えは何？何の血液なの？それは。ヨーロッパにも似たような話がありますね。え、マジ？知らない。まあでも似たようなってことが多分、なんかあって、助けてもらって、みたいなこと？あ、でもヨーロッパは撃退方法があったんだ。はぁ。まあ約束、まあそうだよね。今日さ、約束しないとさ、助けてもらえなくない？何が正解なんだろうね。悩むね。あ、セーブ画面来た。てか、なんだろう、これ。毎回話聞いていくスタイル？え？何？いや、もう聞くしかないよな、ここまで来たら。いや、わかんない。なんか、どのタイミングでやめていいかわかんなかった。え、よこせ、坊主。完全になんか取られるパターンじゃん。また？もういいよー。何？名前すげえな。あー、修行の旅で古めかしく小さい寺の前を通りかかったところ、網笠を深くかぶった僧侶が行く手に立ちふさがりました。ソモさん。あ、なんかあるね。ソモさん、切羽だよね。意味はあんまよくわかってないけど、なんか謎なぞみたいなやつだよね。違うのかな。うわ、しわくちゃなかわいしゃがれ声から考えて、どうやら相手は相当年を取ったもののようでした。あらまあ。え、怖っ。これなんか古虫できないのかな。量の目の玉と真の像、大事なのはどちらであるか。え、どういうこと。確かに不気味だよね。めっちゃ怖くない？なんだろう。どっちも大事じゃない？だって、目が見えなかったら何にも見えないじゃん。あ、目が見えないってなかったら見えないし、でも、確かに心臓がないと、死んじゃうもんね。そもそも生きてられないもんね。どっちが大事か、いやもう人によって考え方違うんじゃない？それは。いや、わかんない。うわぁ、でもな、どっちも大、え、これどっちも大事っていう選択肢ないの？ダメなの？なんでその一個しか選択肢ダメなの？おぉ！マジかよ。なんで今までなんかその描写なかったじゃん。なんで急にここに来て、いやもう嫌だよ。怖えよ。そうだよね。うわ、めっちゃ怖えよ。なんだこれ。え？後ほど通りがかった人に助けられました。彼の目玉は無残に、取られちゃったんだ。え、それってさ、なんだろう。拒否できないの？だから、じいさんがさ、襲ってくるってことでしょ？なんか、オラみたいなさ、なんか、それは無理なの？なんかもう、実力行使みたいな。そういうことじゃないのかな？あ、やっぱりみんな、ね、まあまあ、心臓の方がってなっちゃうのか。いや、まあ、言いたいことはわかる。まあ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 、でもどっちも大事だと思うな。そういう結果はないのかな？どっちもっていう、もうなんか片方しかダメっていうルールだったのかな。私あんまわかんないけど。え、そうという子供が親の言いつけを守らず入ってはいけないとされている森に入ってしまいました。それからというもの、そうは他の人には聞こえない声に怯えるようになり、ふと魂が抜けたようになってはどこかにふらふらと行こうとすることが増えました。心配した両親が長老に相談をしに行ったところ、長老はこう教えてくれました。きっと森を出るときに、何、神言かな、唱えなかったために森にたた、あ、なんだ、なんか寒いなんかにって書いてたね。呼ばれなくなるための神言を調べてあげるから、かわいそうだが、
ああ、閉じ込めないといけないのか。やだね。部屋に閉じ込めておいても勝手に戸を開けて出ようとするので、両親は部屋の戸や網戸を釘付けにして、あ、そんなに？もうそんなガチガチにやったの？すげえ、家からじゃダメなの？もう部屋単品なんだ。すげえな、なんかお家の中でぐらい好きにさせてあげてほしいけど。ついにおめでとう。よかったじゃないか。早く出させてあげて。もうかわいそうだよ。その頃には、宋の部屋からは壁、床、天井問わずあちこちから体を打ちつける音が聞こえてきて、うわ、めっちゃ怖いじゃん。何？わけのわからぬことを叫び続けている。なんて言ってんの、それは。それは何？両親が聞こえないだけなの？本当になんか聞こえない。何？穀物と生肉を備えて、音楽シュビアウン？なんだそら。いや、わからん。どういうこと？ああ、教えてもらったこと全部やったんだね。ああ、いいと思う。しかし父親が家に戻ると、宋の部屋の網戸は巨大な手に剥がされ、どういうこと？どういうこと？意味がわからない。どういうこと？どういうこと？意味が全くわからない。どういうこと？おお、まあ、壮絶であるけど、どういうこと？全くよくわからない。呼ばれてしまうので入ってあげ、どういうこと？どういうこと？どういうこと？なんでこれ自分だけ理解できてないの？どういうこと？いや、もう話めっちゃ怖いんだけど、いや、もうちょっと一旦ここで終わる。いや、もう怖すぎる。夜寝られなくなっちゃう。一旦ここで終わっとこう。ということでね、ありがとうございました。チャンネル登録の方もお願いします。またねー。